Hey guys, it's Noli. どうも皆さん、こんにちは。ノリトガです。今日は新しく出たキャノンのパワーショット V10 のレビューです。今日は丸の内のアップルストアに MacBook Air の15インチを見に行きました。ついでにあの横の、施設でクアアイナハワイのハンバーガー屋さんも食べて帰ろうかなと思います。まあそんな感じの Vlog ですね。で、このあのキヤノンのパワーショット V10 の、テストに、それでは行ってきます。マイクのテストです。結構今風が吹いてる状態なんですが、マイクの音声いかがでしょうか。今これちょっとあのスモールリグの、ウィンドカッターはつけてない、本当に素の状態なんですけど、今結構風が吹いてます。音声どうでしょう。はい、音声マイク変えました。で、ホーリーランド の, あのワイヤレスマイクですね。あの23,000円ぐらいの、マイクに変えました。今こっちの方だと結構風吹いてるんですが、音声どうでしょうか。まあ、もう個人的には、まあ、こういったワイヤレスマイクつけた方が便利なのかなとなんとなく思ってますが、後ほど音声確認したいと思います。はい、スタジオの方に戻ってきました。で、いろいろ外でこちらのキヤノンの新しく出たパワーショット V10 を試してみました。総合的に結果から言うとめちゃくちゃいいコンパクトカメラ、非常にいい Vlog カメラだなと思います。いろいろ気になる点だったり、いい点だったりを話していきたいなと思うんですけども、まず画質ですね。画質は非常にいいと思います。で、キヤノンのカラーサイエンスといいますか、キヤノンの色味になってるなっていったところで、僕としては普段からあのこの C70 だったり、R5C だったりとかキヤノン機を使っているので、色としては非常に満足です。で、いろいろ設定を、追い込むより、基本的にはオートで使っていった方が使いやすいものかなと思います。で、もちろんマニュアル設定で、シャッタースピードだったりいろいろ変えれたりするんですけど、まあその方がもちろん好みの色にはなるんですけども、まあオートで使ってしまうのが一番気軽で使いやすいのかなと思います。次に手ブレ補正ですね。手ブレ補正は正直、いまいちです。もうはっきり言いますがいまいちです。で、一番強にしたら、歩きながら撮るっていったところだと結構撮れるのかなと思いますが、で、先ほど、東京駅の前でですね、歩いて撮ってた時は手ブレ補正を入れただけの状態で歩いてたんですけども、やっぱりガクってなったりとか、まあ結構ブレがひどいなと思います。これを良しとするか否かといったところなんですけども、あのもちろんね、アクションカム GoPro だったりとか、もうがっつり手ブレ補正が入ってるものに関してはもう歩きながら撮るっていうのは前提だと思います。なので歩きながら撮りたい人にはこのカメラは向かないと思います。でも僕個人の意見として、まあ僕個人の使い方としては、そんなに歩きながらこう自撮りをしてこの状態で歩きながら喋ってって言った撮り方をあんまりしないんですね。なぜならこっちをばっかり見てるのも危険だし、喋りながら歩いてると、あ、 YouTuber なんだみたいな見られ方をしてしまうっていったところで、個人的にはあんまり歩きながらこう撮るっていうのは、まあ、人がいないところぐらいでしかやらないんですね。なので、止まって画面見て話して背景映してっていった撮り方をするのであれば、まあ、普通の手ブレ補正入りぐらいの状態で非常に綺麗な画質で撮れるので、あんまり僕的には手ブレ補正をがっつり入れるっていうよりも、止まって話して撮ってそれを録画して、後で編集するっていうスタイルに合うんじゃないかなと思います。次に、重要なのが音声ですね。で、この
トップにあるこのマイク、この2つで音を収録するっていった、このままの状態で収録できるんですけども、先ほど、外で喋、ってる状態の、音声を聞いてもらったと思うんですけども、正直風があるところ、風が強いところだと内蔵マイクだと正直ちょっと弱いかなと思います。でそこで登場するのがホーリーランドのラーク M1 と呼ばれるワイヤレスマイクです。これ今 Amazon でセールで2万円ぐらいになってるんですけど、使い方としては、まずスモールリグのケースで、下にコールドシュー、その下に、ワイヤレスの受信機でワイヤレスのマイクといった状態で使ってます。まあここ横とかにしてもいいんですけど、そうするとちょっとバランスが悪くなるので僕は下につけました。なので、もうこれをこの状態、まあ、服の襟とか、それこそ手持ちとかでもいいので、その状態で、ワイヤレスのマイクにしてこれで撮ってるっていったのが先ほど外で試した状態です。やっぱり音声はここには内蔵マイクもいいんですけども、やっぱ環境によります。本当室内だったりとか風がないとか反響がないとか、そういった撮影環境、録音環境が整っている状態だと、上のマイクでも十分使えると思うんですけども、やっぱりこういうアクティブに、外に出たりとか Vlog 機として使うってなると、どうしてもちょっとあんまりいい環境、音声を録音するのにいい環境ではないので、こういった口元に近いワイヤレスのマイクを使うのがいいんじゃないかなと個人的には思いました。はい、次にいくつか気になった点ですね。こうであったらよかったなっていったところが、いくつかありました。で実際に使ってみて思ったのが、イヤホンジャックがないっていったところですね。やっぱり音声が取れてるかどうかを確認したいので、イヤホンジャックがあると非常に嬉しいです。一応内蔵スピーカーもあって一応再生はできるんですけど、どれぐらいのレベルで音声が収録されてるかとかも確認したいので、まあであるならば、まあ内蔵スピーカーよりちゃんとした、イヤホンジャックがあると非常に嬉しかったなと思います。次に気になった点が、音声レベルがモニターに表示されないんですね。メニューに入って音声レベルって言って音声のところをタップして、そこから階層を潜って、音声レベルを確認するっていった流れになるんですけど、この録画の状態の時、このモニターの時に音声レベルを確認できないんですね。内蔵マイクだったら別に気にしなくていいなと思うんですけど、ワイヤレスマイクとか外部マイクをつなぐ時に、このメニュー画面でちゃんとメーターが触れて音声が入力できてるなっていうのが確認できるんだったら非常に嬉しいなと思いました。そこもしかしたらアップデートとかで対応できるのかもしれないですけども、まあ全くわからないですが、キャノンさんぜひ、そのあたりも検討していただければなと思います。では最後に、総合的に、いいカメラかどうかといった判断なんですけども、非常にいいカメラだと思います。まあやっぱり用途は限られます。まあ Vlog といったところで手軽に Vlog を撮るといったところに関してはもう最適なカメラだと思います。いろいろトレードオフになるので、じゃあこれで本格的な映像作成ができるかっつったらちょっと無理だと思います。まあフル HD で 60p でスローモーションにしちゃうっていうのも手もありますが、本格的な映像制作には正直は向かないです。まあやっぱりその気軽に Vlog を撮る、外で Vlog をいい画質で Vlog を撮りたいって言った場合には非常に有効なカメラかなと思います。まあこれと、正直 iPhone1 台とかで、データを移行させてもう iPhone の方で編集してしまうっていうこともできますし、もちろんパソコンの方でも編集できるしって言ったところで、データも軽いですから非常にいいカメラだと思います。もう Vlog を撮るなら非常に優秀なカメラです。価格も非常に6万円切っている、マップカメラとかで6万円切ってる価格帯で出してますので、まあアクションカムかこれかみたいな話になるので、本当にがっつり、アクション動いたり歩きながら撮ったり、何かもうどんどんアクティブな行動をするであれば、アクションカメラ、 GoPro とかのアクションカメラ、非常に普段使いの Vlog としてどんどん使いたいって言った場合はもうこちらのパワーショット V10 がおすすめなのかなと思います。はい、本日の動画は以上となります。この動画が良かったと思ったらぜひ LIKE ボタンよろしくお願いします。並びにチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。コメント欄もご自由に書いてください。あと、Twitter、Instagram 等もやってますので、そちらもぜひフォローお願いいたします。久しぶりの動画になりましたが、まあこうやってマイペースに上げていこうかなと思いますので、ぜひお付き合いいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See ya!